どうもこんにちは、チャックバスです。今回はね、また入力旅行までにやることという、今回は2回目ですね、やっていきたいと思います。それではですね、今回、飛行機のホテルが決まったら、次にまずホテルの公式サイトに行きメールをしましょう。これが今回ですね、やっていきたいことだと思います。何を伝えるかというと、フリースペシャルリクエスト。今回はこれを、ホテルの公式サイトに行ってね、お願いをする。まあ予約した時点でね、ホテルの公式サイトに行って、メールを送ってフリースペシャルリクエストをお願いするっていう形になります。フリースペシャルリクエストはですね、私たち旅行者からのお願いです。まあ、初めて行かれる方は、海外にですね、あんまり知らないかもしれないと思うんですけども、私たち旅行者からホテルにお願いして、それを事前にメールで送りましょうという話です。これは何をするかっていうと、まあ、これから詳しいことは話していくと思うんですけど、海外に行かれる場合、このフリースペシャルリクエストを送ることによって、まあ何にも言わないよりかは、もしかしたら希望が通るみたいな。そういう意味で、事前にこういうのを送るのをお勧めしております。それではですね、ホテルに何をお願いするかというと、まずはバスタブですね。ニューヨークの、まあほとんどのホテル、バスタブがある部屋とない部屋、2パターンあります。この場合、何にも言わない場合ですね、リクエストしない場合ですね、バスタブのない部屋に通されることも、ザラではありません。日本のホテルの場合、バスタブがないっていうのは基本的には考えられないので、海外旅行初めての方、ニューヨーク初めての方は結構驚かれ、僕も最初驚いたんですけど、バスタブがない部屋が普通にあるんですね。まあ、私はシャワー派ですっていう方はあんまり気にしないでいいと思うんですけども、観光で本当に歩き回りますので、まあ、その日のうちに疲れを取るっていう意味でも、まあ、バスタブに入ってね、ゆっくりされるのを私はお勧めしてますんで、まあ、このフリースペシャルリクエストっていうのは基本的に無料でどうにかお願いできませんかっていうリクエストなので、私はいつもこのバスタブをリクエストしているようにしています。2つ目ですね、まあ、せっかくニューヨークに行かれる場合、まあ、ホテルもやっぱり2万、3万っていうのが普通のニューヨークですので、できれば眺めのいい部屋がいいですよね。まあ、街が見えるシティビュー、こちらはやっぱりタイムズスクエアとか、五番街とか、まあ、いろいろ有名な通りはあると思うんですけど、そういうところが見えるホテルに泊まった場合はですね、ぜひリクエストをお勧めします。やっぱり僕、タイムズスクエアに1回泊まったんですけど、その時にヒルトンに泊まらせてもらって、その時にタイムズスクエアの街並みがですね、部屋からたまたま見れたんです。その時は何もリクエストしてないんですけど、見えたので、やっぱりすごい綺麗でしたね。やっぱり眠らない街っていう感じで、深夜でもずっと明るかったんです。あとは公園などが見えるパークビューですね。ブライアントパーク、セントラルパーク、やっぱりセントラルパークですかね。が見えるホテルに泊まった場合はぜひリクエストしていた方がいいと思います。あとは高い階からみたいなハイフロアなどリクエストもおすすめです。それではね、簡単にまとめていきたいと思います。今回動画で紹介させていただいたのは、ホテルへのフリースペシャルリクエストを紹介しましたが、これはあくまでもホテルの他の部屋がですね、空いてたり、まあ、その時々のタイミングによって本当にリクエストが通ったり通らなかったりしますので、それだけ覚えておいてください。まあ、私は今までバスタブをリクエストしてない部屋に通されたこと1回もないので、本当に旅自体は本当に疲れると思いますので、バスタブ自体はね、本当にリクエストされてい, いのと、あと特にね、冬のシーズンですね、街中でもニューヨークはマイナス氷点下になりますので、まあ、バスタブがあった方がね、まあ、寝つきもいいと思いますので、ね、ぜひおすすめです。こちらはまとめの続きになりますね。
もし新婚旅行とかで行かれる場合は、そのこともね、ぜひホテルの方に伝えましょう。私はライブラリーホテルに泊まった時に新婚旅行で行かせていただいたんですけども、花びらの演出ですとか、あとお祝いとしてシャンパン1本無料でサービスでいただけたりとかしましたので、そういうこともね、合わせて送られることをお勧めします。で、基本的にはホテルの方からメール返信来ますので、まあそんな難しいことね、書かれないと思いますので、 LINE とか Google とかの翻訳アプリで翻訳していただければ意味も大体わかると思いますので、まあそちらも参考にしてみてください。で、概要欄にメールの文面の見本も載せておきますので、それも参考にしてみてくださいね。それでは今日の動画はこのぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではですね、簡単に公式ホームページからメールの送り方ですね、まあ、そんなに難しくはないので大丈夫かと思われるんですけども、一応見ていきたいと思いますね。こちら私が次、10月ぐらいにニューヨーク行けそうだなということで予約を取っているシェラトンリンカーンハーバーホテルですね。こちらシェラトンのリンカーンハーバーホテルの公式のホームページなんですけども、まあここのホテルもね、ここはちなみにマンハッタンではありません。こちらマンハッタンからちょっと隣のニュージャージーのウィーフォーケンっていうハーバーホテルで、ビューがとっても良かったんでこのホテルに決めました。まあ初めての方は本当におすすめしないんでね、まあ慣れてる方からっていうか、もし僕はただ単にこのビューが見たくてこのホテルに決めたんですけど、本当に初めて行かれる方は本当におすすめしません。こちらも地下鉄ですらマンハッタンに行けないので、バスかフェリーで向かわなきゃいけないところなんで、おすすめはしません。初めての方、何回か行かれてる方で大体分かってる、ニューヨーク分かってるよという方はぜひおすすめなんですけども、はい。で、こうやって下の方に、行くとですね、こういういろいろ載ってるところからお問い合わせですね、画面があります。でお問い合わせの画面になって、基本的にここのどっかにフロントへのメールアドレスが基本的に載ってます、他のサイトでも。でこのシェラトの場合はここにメールを送りくださいって書いてありますね。ここをクリックすると基本的には自動的にメールの画面が開きますので、そこで入力してもらって、送信してもらうっていう形ですね。概要欄の方にメールの文面の基本的なテンプレートみたいな、本当に簡単ですけど載せてありますので、それを、参考にしてもらってね、メールを送られるのがいいと思います。